炎上が収まらないメンタリスト大悟くん、あれちょっと見たんです。私何を見たんや。あのその喋ってる動画、うん、切り抜きだっけ切り取りだっけ、まあ、どっちでもなんかまあありますよね、うん、それ系かな。がちょっとたまたま見ちゃったんですよ、流れてきたから、うん、えひどくない、想像してたよりひどい。あそうやろな、びっくりしちゃった。収まんないよあれ。あれ収まらへんし、うん、俺でその大悟の炎上な、はい、今や大人気の、まあ大悟も人気者やし、はい、もう一方の人気者でひろゆき、はい、ひろゆきはこの前ちょっと言ったよな、ひろゆきが擁護する発言をしたんや。ちょっとがっかりや俺は。ひろゆきがよ、まず擁護は2点あって、はい、ホームレスの居づらい環境を作るっていうのを皆さんは同意してたんじゃないの。まあなんかホームレスがその辺でゴロゴロ、例えばベンチに寝られへんように、寝にくいようになんか金具みたいなもんをはめたりしてるわな。それとかここで寝んなみたいな、公園で寝へんようにとかしてるのは確かにあるな。でもそれはさ、まあそれはあるけど、それはそれなりになんかそういう施設とか作って援助の方向に持ってったりしてるやんけ、行政もよ。うんうん、まあだからここはまあそういう面もあるっていうのはまあ否定はせえへんけど、次や2点目、ひろゆきが擁護のために言った2点目やで、はい、俺はこれに関して前はちょっと言うわな、うん、大悟さんは何もしてないじゃないですか、口で言っただけですって言ったら、実際に何かをしたわけじゃないと、はい、例えばホームレス狩りとかをしたわけじゃないってことを言いたいの、はい、これに関してはな、俺はな一発で論破できるで。しちゃうんですか。論破王ひろゆきを一発で、もう一発で論破したるわ。しちゃうんですね。俺はまあ誰も、俺以外にもそう思った人いると思うんだけど、はい、一発で論破したるで。まだ何も言うてへんやろわ、はい、ありがとう、はい、たまには入れとかんとな。大悟さんは何もしていないじゃないですか、口で言っただけで。これをな一発で論破したるで俺、はい、論破王ひろゆきを論破するで、俺論破大王になるな。大王になっちゃうんですね。なっちゃうよ、いくで、はい、はい、口で言っただけでっていうのが反論なわけやろ、うん、叩いてるものに、はい、だから叩くなよって言ってんやろ、口で言ってるだけじゃんって、うん、そんなん叩いてどうすんのっていうことだろ、うん、論破するよ、はい、じゃあ叩いてる方も言ってるだけやんな別に大悟を殴ったりしてるわけじゃないやろ、うん、ほら論破、はい、一発論破じゃあ別にいいや、叩いてる方も言ってるだけなんや、はい、がいいんやったら、叩いてる方も大悟ひどい、大悟許さねえ、大悟は差別主義者だって言ってるだけやんけ、うん、ええんちゃうのそれやったら言ってるだけなんですけど、叩いてる方も、まあ大悟が殴られたとか聞いたことないし、仮に殴られたとしても、そう殴ったそいつだけの話で、もう その他のみんなは関係ないですよね、うんうん、はい、論破できましたけど、はい、はい、ひろゆきさんもしお聞きになられてたら、なんかこれに関する反論ありますか。え、完璧じゃないこの論破俺の、うん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 、そうやんな、言ってる方も言ってるだけなんですけどっていう、はい、とか、まあもう付け加えるならば、だったら言ってるだけでいいんやったら、うん、あの政治家の失言、はい、なんかその私50歳ですけど14歳の女の子とどうのこうのとか失言あったやん、別にあれもいいんやん、別に言ってるだけやんな、あれもな、まあやってんのかもしれんけどさ、実はまあまあさすがにそれはないやろうし、うん、とかまあなんか数々の失言ありますよね、もう出てこへんけどさ、うん、あの麻生さんが漢字読み間違えたとかさ、うん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 、それなんて失言ですらないわけやんか、もう漢字読み間違えただけの話でさ、グダ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 叩かれるとかさ、うん、まあまあそれは置いといて、もう失言とかあるやんな、ありますね、もうそれでクビになったりも辞めたりしてるやついるわけやん、うん、政治家で、はい、それもいいんですか、別に言ってるだけならいいんですか、ひろゆきさんよ。以上です。はい、こんな完璧な論破見たことないな。すげえ、すごいやろ、一言で論破でいいんで、
ひろゆきも頭悪いね。以上です。